今さらこの308の生い立ちについてあれやこれやの説明は必要ないだろうが、とにかくディーノではなく小さなフェラーリとして多くのフェラーリファナティックの心を射止めたピッコロ・フェラーリがこの308であった。搭載されるパワーユニットは D の 308GT4 と同じ90度 V8DOHC で、排気量は 2926cc だったが、ベルトーネデザインではなくピニンファリナデザインであることが多くの D の246で育ったフェラリスタに受け入れられたと言っていいだろう。それにしてもなんと鉄塔鉄尾安定方向の弱アンダーを308は維持することか。やっぱりこいつはすごい、まさにミッドシップの手本ここにありといった感じである。